一致は美人の姉と、小さな頃から比べられて生きてきた。両親も姉を贔屓していたが、幼馴染だけは、一致自身を好きだと言ってくれる。その幼馴染と結婚後、実家と疎遠になった一致に、姉が市会議員の息子と結婚するという知らせが。しかし姉から、一人っ子ということにしてるので、結婚式には呼ばないと言われてしまう。でもご祝儀はよこせという強欲な姉に呆れ、愚痴をこぼしたら、とんでもない事態に発展し、不細工だから結婚式に来るなという姉。欠席したら、姉が鬼伝する羽目に。ちょっと愚痴っていい？美人の姉が婚約したんだけど、私が不細工だから、結婚式には呼ばないって言われちゃったんだ。なんだよ、それ。いくら美人だって、そんな奴は許せねえ。何か理由があるんじゃないの？不細工っていうのは、本当の理由を隠すためじゃ。実の妹にそんなこと言うなんて、ちょっと信じられないんだけど。残念ながら全部本当で、姉はいつも私をハブるとき、何かにつけて不細工を強調してきた。明日の遠足には来ないでね。不細工なあんたが来たら、私がからかわれちゃうから。小学校のとき、2年に一度の全学年遠足の前日、当時小6の姉にこう言われたことがある。もちろん小2で、遠足に行きたかった私は、両親に訴え、行かせてほしいと言ったのだが。でもねえ、お姉ちゃんが嫌がってるし。それに聞いたけど、全校遠足では、姉妹がいる場合はペアにさせられるんでしょ？あなたがいたら、お姉ちゃんも目当てのこと、ペアが組めないかもしれないじゃない。今回は譲って、お姉ちゃんが卒業したら、遠足に参加しなさいな。という母のまさかの言葉に、幼い私は目が点になった。会社経営者の父は母より私にきつくて、その分可愛い姉には甘い。当然、父も休めと言い、勝手に学校に、風邪をひいたから休ませますと連絡する始末。こうして私は涙に暮れながら、一人ぼっちで留守番することになったのだが、その状況を知り、私以上に怒ってくれたのが、今は夫になっている幼馴染の栄誉だった。この遠足欠席の日も、彼は私が風邪をひいたと聞き、心配になって帰りに訪ねてきてくれたのだ。なんだよそれ。おじさんもおばさんもひどいよ。そんなくだらないことで、一致に遠足を休ませるなんて。近所に住んでいる栄誉は、当然私たち姉妹のこともよく知っている。通常なら美人の姉に惹かれると思うのだが、栄誉は全く姉に興味を持たなかった。何でも近所の老犬に、帰宅途中の姉が、ひどい言葉を浴びせていたのを偶然聞いてしまい、一変に嫌いになったのだという。栄誉はいつも私とだけ遊び、私が姉や両親の、心ない言葉にへこんでいると励ましてくれた。そんな私が彼を好きになったのも当然だと思う。だけど私は、中学になっても高校になっても、その気持ちを打ち明けることができないでいた。理由は姉に、散々否定され続けていたから。栄誉くんは幼馴染のよしみで、あんたみたいな不細工にかまってるだけよ。大人になって、世間を知れば、あんたの顔面偏差値が最下層だって気づくはず。そうなったら彼だって離れていくに違いないわ。分不相応な夢は見ないことね。栄誉はすっきりした醤油顔なので、姉も気に入っていたらしいのだが、話しかけても連れなくされるので、かなり頭に来ていたようだ。今ならその鬱憤を、私にぶつけていたのだとわかるが、当時の私は気づけず、不細工な私は、栄誉に話しかけてもらえるだけで満足しなくては、と、自分に思い込ませていた。だから、高校入学してしばらくしてから、突然彼から告白された際は、ドッキリではないかと、ひどく疑ってしまったものだ。あ、もしかして、不細工に告白するっていう、罰ゲーム？私、ゲームのルールを知らないんだけど、こういう場合は断ったふりをした方がいいのかな？どっちが栄誉にとって、都合がいいの？頑張って告白したのに、こんな反応をしてしまって、本当に悪かったなぁと今でも思う。何言ってんだ、こいつ？というような顔をした後、栄誉は強い口調で言った。罰ゲームとかじゃなくて、本気で俺は、一致と付き合いたいの。一致は？俺のこと、嫌い？もちろん小学校の頃から大好きだ。だが、素直にそう告げるのははばかられた。私の中には、今まで散々姉や両親に言われた、不細工という言葉が積もっていたのだ。口ごもる私に、栄誉はこう言ってくれた。それに自分を不細工って言うの、やめろよ。俺は一致のこと、その、可愛いなって、思ったから、こんなこと言ってるんだし。誰かと比べても意味ないだろ？私の中のコンプレックスは、彼のこの一言で消え去ったのだ。あ、ありがとう、栄誉。は、私も、栄誉が好き。ずっと子供の頃から好きだったの。
知ってるよ、と笑ってくれた彼の顔を、今でも思い出せる。こうして私たちは、高校、大学と付き合い続け、卒業と同時に婚約した。当然、それが面白くない姉は、散々 A 男に私の悪口を吹き込み、私にも A 男にも手遊ばれているだけだ、と思い込ませようとしてきた。何夢見ちゃってるのよ、ブサイクのくせに。あんたなんか、すぐ飽きられて捨てられるんだから、そうなる前に身を引いたら？おしゃれしたって、元が悪いんだから、無駄って早く気がつきなさいよね。だが私は、誰かと比べても意味がない、と言ってくれた A 男の言葉を信じてスルー。いくら私や A 男に言っても考えを変えないと知ると、姉は、A 男の趣味が悪いと決めつけてきた。よかったわねー、あんたみたいな顔の人が、好みだっていう A 男がいて。正直、趣味が悪すぎだと思うけど、ま、あんたにはあの程度がお似合いよ。姉に影響されたのか、両親も何も言わず、A 男と私が結婚するのを邪魔しなかった。だが、こんなことを言う姉が住む実家に、私も A 男も近寄りたいと思うはずがない。結婚後、義実家には足しげく通うが、近所の私の実家には立ち寄りもしない。という風に自然となっていったのだった。しかし、姉の結婚話を聞かされるのまで、義実家経由になるとは、私も思いもしなかった。お姉ちゃんは一気に結婚で先越されて、かなり悲願じゃった感じだね。そういう雑音には耳を貸さずに、夫婦で幸せに生きてけばいいよ。美人ってやっぱ、自分になびかない男が許せないのかな。人を好きになる基準は顔だけじゃないって、早く気がつけばいいのにね。姉に結婚話が出ていると、止め経由で知らされた一致は驚く。慌てて実家に電話したが、なんと姉は相手方に、自分は一人っ子だと告げているというではないか。不細工な妹なんて不要だからいないことにしたが、ご祝儀は欲しいという姉に不愉快になった一致は、思わず夫の前で愚痴ってしまう。結果、思わぬ巡り合わせで結婚相手に嘘がバレ、姉は窮地に陥っていくのだった。ねえねえ、一致ちゃん。お姉さんの結婚相手、どんな人か顔を見たことある？一致ちゃんのお母さんはハンサムだって、メタ褒めしてたけど、本当のところどうなの？いつものように旅行のお土産を持ち、義実家を訪れた私は、トメの言葉にびっくり。え、姉が結婚するんですか？驚いたのはトメも同じで。え、知らなかったの？そんな、とうに一致ちゃんには話してるものだと。と、しどろもどろに。お袋、その話俺も初耳だよ。いつ聞いたんだ？いつも頼りになる夫が、トメを落ち着かせて、引き出したところによると、おとといのゴミの日に偶然会った母が、聞きもしないのにペラペラと喋り出したらしい。よっぽど嬉しかったのね。ほら、あんたたちが結婚してからも、ずーっとお姉さんは家にいたでしょ。まあ、近所の口の悪い人なんかは、襟好みしすぎて息遅れてる。なんて、陰口を叩いていたからね。姉は美人だが、敵がいないわけではない。というより、大体の女性は敵だと思う。姉は自分が美人なのを知っていて、なおかつ、他の人が自分以外を褒めるのが許せないタイプ。だからちょっとでも周りが他の女性を褒めると、化粧が上手いだけとか、スリムだけど足が太い。などと言い、足を引っ張ろうとするのだ。そんな人に女友達ができるわけがなく、いつも姉は男友達とばかり遊んでいた。だが30代に差し掛かると、そういった男友達も、それぞれ身を固め出す。焦った姉は、婚活を始めたが、あげる条件が厳しすぎて全く決まらない。そんな姉のため、父がいろいろなところに話をし、市会議員の息子との縁談がまとまったらしい。一致のお母さん、議員の身内になれるって、手放しで喜んでたわよ。お父さんにも話を聞いたけど、息子は知らないけど、議員さんはいい人だって言ってたわ。あちらの奥さんは亡くなっているそうだから、お姑さんもいないし、お姉さんにはいい縁談だったんじゃないかしらね。宇都は市役所の管理課のトップで、普段は市長のサポートをしている。当然、議員との接触も多いので、人となりを知る機会にも恵まれているのだ。その宇都が、いい人だというのなら、姉の嫁ぎ先としてはベストな家なのだろう。こういう形で知ってしまったが、やはりお祝いは言わなくては。そう思って久しぶりに電話した私に告げられたのは、意外な言葉だった。なんで私が結婚すること知ってるの？あ、わかった、A 男のお母さんね。まったく噂話に目がないんだから、あのおばさん。言ったのは母だと告げたが、姉の冷たさは変わらなかった。あ、そう。ま、知っちゃったものは仕方ないわ。けど、結婚式にあんたは呼ばないから。え、父
き違いかと確かめようとしたが、姉の次の言葉に私は固まってしまった。あんたはブサイクすぎるから、身内として結婚式に来てほしくないのよ。だから先方にも、私は一人っ子ってことにしてるんだ。ショックで頭が働かなかったが、じわじわと理解した私は、涙目で抗議した。そんな嘘をついてまで、私を隠したいの。二人きりの姉妹なのに、ひどいわ。だが姉は、うるさそうに言い返してきた。あんたみたいなのを身内だって、彼に紹介できないでしょ、ブサイクなんだから。ああでも、姉妹だからお祝いはちょうだいよね。そうね、50万円でいいわ。市議会議員の家に嫁ぐから、何かと物入りなのよ、わかるでしょ？カッときた私は。お姉ちゃんの言うこと、全然わかんないよ。勝手に結婚すればいいでしょ。と叫んで、電話を切ってしまった。だが、電話を切った後、自己嫌悪で落ち込む。姉がああいう人なのはわかっていたのだから、もっと大人の対応をすべきだったのではないか。そんな考えが浮かび、ネットでも相談してしまった。が、帰宅した夫はそんな私の悩みを一蹴してくれた。相変わらず自己中だな、イッチの姉ちゃんは。ほっとけほっとけ、いずれ痛い目に遭うよ。それに参列もさせず、ご祝儀だけはよこせなんて強盗かよ。そんなのに無駄金使うなら、久しぶりに二人で海外旅行でも行こうぜ。夫から話を聞いたらしく、翌日電話をかけてきたとめも同意見だった。まさか、イッチちゃんをいないことにするとはね。あの子も、馬鹿なことをしたもんだって、お父さんも怒ってたわよ。そんな人の結婚式にご祝儀を渡すくらいなら、旅行に使った方がいいと断言され、私も乗り気に。夫と相談し、いつか行きたいと思っていた、バリ島に旅立つことにした。しかしこの時の私は、自分のこぼした愚痴が、回り回ってどうなるか考えもしなかったのだ。バリ島で泳ぎまくっていた私は、ふと見た携帯に着信履歴が大量にあるのに気づく。表示は全部姉だ。変だな、今頃は結婚式の真っ最中のはず。どうした？同じく海から上がってきた夫に、携帯を見せようとした途端、またかかってきた。もしもし？ちょっと、イッチ。今どこにいるの？噛みつくように言われ、ヘド戻しながら、バリ島にいると答える。バリ島ですって。なんで私の新婚旅行先に勝手に行ってるのよ。そんなの知らないよ。あまりの理不尽さにムッとしていると、さらに姉は突拍子もないことを言い出したのだ。とにかくすぐそこを立って。日本に着いたらホテルに来て、彼とご家族に謝るのよ。大事な姉の結婚式をすっぽかして、本当にすみませんでしたってね。はぁ？結婚式に来るなと言ったのは姉の方ではないか。なのに今さら急いで来いと言われたって、私にはどうしようもない。正直にそう言うと、姉は納得するどころか、さらにヒートアップ。うっさいわね。事情が変わったことぐらい、あんたの足りない頭でもわかるでしょ。いいから言う通りにしなさいよ。じゃないと、ひどい目に。あ。うろたえたような姉の声が聞こえたと思ったら、突然電話の相手の声が若い男性に変わった。もしもし？あの、彼女の妹さんですか？失礼ですが、今どちらに？待ってとか、違うの、などという姉の声が、男の人の声の合間に挟まるせいで、どう答えていいかわからない。おろおろしていると、さっきからそばにいて、事情を把握したらしい夫が電話を代わってくれた。イッチは、あなたの奥さんになる人の実の妹です。けれども結婚式には出るな、でもご祝儀は欲しい、なんて、ひどいことを言われましてね。頭に来たので、ご祝儀分は旅行で使おうと、夫婦でバリ島に来てるわけですよ。なのにいきなり、戻ってこいと言われても、困るんですが。電話の向こうの姉はまだやかましかったが、姉の夫になる人は、夫の言葉を信じたようだった。それは旅行中に失礼しました。ご挨拶はまた改めて、ということで。電話が切れた後、夫と顔を見合わせる。なんで私のこと、先方にバレたんだろう。さあな。市会議員の家だし、調査でもしたんだろ。などと話していたのだが、実はバレたきっかけは嘘だったのだ。ホテルに帰ってから、日本にいるとめに、こういうことがあったと報告した際、笑いながら教えてくれた。お父さん、イッチさんの話を聞いて、相当怒っててね。あの家はエコひいきするのは知ってたが、イッチさんをいないものにするのはあんまりだって。だから、市長のところに来る議員の秘書さんに、ちょこちょこ世間話のついでで漏らしてたみたいよ。種を明かせば簡単だ。市長と議員が懇談している間、暇な秘書と夫は世間話。その時に、息子の嫁が議員の家に嫁ぐ実の姉に、こんなひどいことを言われて、とかましたらしい。
当然聞かされた方はどの議員のことかと尋ねるので、ここだけの話ですが、と漏らしたというわけだ。議員さんの秘書さんの、ここだけの話、っていうのが大好物だからね。すんごい勢いで広まったみたいよ。当然噂は、ギフトなる議員の耳にも入ったのだが、残念ながらその日は式当日。慌てた議員は控え室で両親と姉に問いただし、うまく取り繕えなかった姉は、一人っ子ではないとしぶしぶ認めることに。仕方なく私を呼ぼうとしたが、まさかの海外だったので、ヒステリーを起こしたところを新郎に見られ、自爆、という感じだったのだろう。私は夫と爆笑し、これで姉も少しは懲りただろう、と考えていたのだが、姉は全く反省などしていなかったことが、帰国後判明することになった。日本に帰った途端、姉は私を家に呼びつけ、嫁ぎ先の議員とその息子に謝らせようとしたからだ。冗談じゃないわ。なんで私が謝らなきゃならないのよ。わざわざ私の職場までやってきた姉は、呼び出した私に、とんでもないことを言い出した。私が姉の結婚話に拗ねて式への参列も拒否したので、仕方なくいないものにした。ということにしようというのだ。だってそれが、一番手っ取り早いんですもの。妹に反対されている、というよりは、妹などいないと言った方が丸く収まる。と考えてしまったって、私が泣きながら言えば、彼も彼のお父さんも、きっと信じるわ。あんたは、大ごとにしてすみませんでしたって、頭を下げるだけでいいから。まあ、今までなら美人の姉が泣けば、大抵の無理は通ってきた。けれども今度ばかりは、どうしようもないだろう。なのに姉は、そんな穴だらけの言い訳が、通用すると信じて疑わないようだった。帰宅した夫に話すと大笑いした後、こう言ってくれたのだ。いいよ、イッチ、俺も一緒に行こう。そして、本当のことを言うんだ。聞いた時のお姉さんの顔が見物だな。そして週末、姉の嫁ぎ先に夫婦で訪れたのだが、先方の空気は悪いなんてものじゃなかった。市会議員である姉の舅は苦虫を噛みつぶしたような顔だし、姉の夫も能面のような表情をしている。一人笑顔で喋っているのは姉だけで、同席している私の両親も緊張している様子だった。ね、だからお父様、誤解なんです。よくあるでしょう、姉を取られたくない妹が、拗ねて困らせるってことは。この子、小学生の頃から私に懐いていたんですが、度が行き過ぎることが時々あって。今回も、私を困らせようと結婚式の日に、勝手に旅行に行ってしまったんです。だから私は、お父様たちに恥をかかせたくなくて、つい、一人っ子だということにしただけですよ。早口で喋る姉が、息継ぎのため黙ったタイミングで、重々しく議員が口を開く。そもそも顔合わせの時から、君は一人っ子だと言っていたように思うが？それは。焦る姉を無視し、両親を見据える議員。大事な一人娘だと言ったのを信じた私も悪いが、まさか親が嘘をつくとは思わなかったものでね。顔合わせの席で、自慢の娘だと言っていたが、本当は二人いたのだね。蛇に睨まれたカエル状態の両親は、刻々とうなずくばかり。それを見てため息をついた議員は、今度は私に話しかけてきた。イッチさんと言ったね。申し訳ないがあなたの口から、なぜお姉さんの結婚式に欠席することになったか。話してはもらえないだろうか。姉からの圧力をひしひしと感じたが、隣にいた夫が手を握ってくれたので、私は勇気を出して全て打ち明けることに。姉からは、私が不細工すぎるから式には来るなと。先方にもいないことにしているから、と言われました。でも結婚式の日、電話がかかってきて、勝手に式を欠席して海外旅行に行ったことにしろ。と言われたんです。でも、そんな嘘は他人様に言えませんから。嘘よ。妹は虚言癖があるんです。ねえ、あなたも信じないで。姉はすがるようにして、自分の夫に訴えかけていた。しかし姉の夫の顔は能面のまま。微塵も信じていないことが分かった姉は、なんと私に逆切れしてきたのだ。あんたがペラペラと余計なことを喋ったから、こんな目に遭うのよ。今頃はハネムーンに行ってるはずだったのに。もういい、お父さんとお母さんに行って、あんたなんか感動してもらうから。すると今までの能面だった姉の夫が、ぽつりと漏らした。それが君の本性なんだな。よくわかったよ。実の妹をないがしろにするような女性を、僕は妻にはしたくない。離婚しよう。そして姉の手を振り払うと、彼と議員は立ち上がり、私に向かってすまなそうにペコリと頭を下げる。立ち去る二人をなんとか引き止めようと、両親が焦っていたが、その間も姉は、離婚と言われたのがよほどショックだったのか、呆然と座ったままだった。
その後姉は本当に離婚され、両親は議員から、結婚式やハネムーンの費用を請求されることに。どうも当初は全部議員の家の側で負担していたが、嘘をついた制裁、ということらしい。その上、事情を説明した文書をつけて、ご祝儀を返すように言われたので姉の面目は丸つぶれ。現在は実家に引きこもり、滅多に外出もしないと、トメが後日教えてくれた。いつも私をブサイクだと笑っていた姉。しかし、そんな姉の心根こそがブサイクなのだと、この失敗で気づいてほしいと願っている。自分の都合で欠席させておいて、手のひら返しなんかするから、離婚になるんだよ。妹に八つ当たりする姉の顔を見て、旦那さん、こんなのと暮らしていけないと思ったんだろうな。こんな底の浅い嘘が通ると思ってたのか。美人だから何でも思い通りになると思ったら、大間違いだぜ。今回は、ブサイクと一致をバカにする姉に、痛いしっぺ返しを食らわせた話でした。もしもあなたが一致のような目にあったら、どうしますか？コメントにて教えてくださいね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ちなみに、兄弟姉妹間における強い敵対感情を、カインコンプレックスと呼ぶそうです。